男子一部の 800m の決勝です。注目が今映っています。去年はこの種目2位で、今回の関東インカレ 1500m 優勝の高村博人、800戦後連覇になりますと、日体大は現在中距離監督の石井隆さん以来ということで、自分も2冠して恩返ししたいと話した日体大中距離ブロック長の高村博人。手前の北村海志も非常に力があります。第9レーン栗原直、城西の4年生です。8レーン北村海志、山梨学院大学。去年は3位でした。確実に今回優勝したいと話した北村海志。7レーン高村博人、日本体育大学。日体大勢がこの種目勝ちますと17年ぶり2冠なるか、高村博人。6レーン大奈良龍樹、6レーンに順天堂の3年生大奈良龍樹が入っています。5レーン、腕には誇り高き L の文字、石本純喜、準決勝トップタイム。4レーンに四国の明治、加世堂をかける2年生です。3レーンに山梨学院の寺西光希、そして同じく2レーン山梨学院の米田拓実。決勝レースには山梨学院の3人が出場してきました。桜井さん、はい、ロンドンオリンピック代表横田正人さんに聞きましても、この中ではやはり北村海志が頭一つ抜けているでしょうという、そんな話もしていましたね。そうですか。今スタートしました男子一部 800m 決勝。日体大勢勝ちますと17年ぶり、山梨学院がこの種目勝ちますと26年ぶりです。さあ第3レーンの寺西光希、山梨学院の選手が1人抜け出しまして、ここからブレイクラインを越えまして、ここからオープンラインになってきます。まず山村はちょっと様子見てるんですかね。ですね、はい、この2人が最後から行ってスローがいいと話すこの2人なんですね、はい、山梨学院の後ろから3番目北村海志はこの大会後半、前半この後ろにつけて、はい、ラスト1周になって上がるという作戦を今回立ててやっています。後ろに優勝候補の2人、山梨の北村海志、日体大の高村屈指もこの2人はショーポイントラスト200と話しています。さあ山梨学院の寺西光希を先頭に最初の1キロ通過、日本大学の石本純喜準決勝トップタイム。さあ1周目57秒という入りで、さあここから来ました、はい、山梨の最後尾から北村海志がスルスルっと上がってきまして、高村博人日体大4年生、中距離ブロックのキャプテンです。さあこの2人がどこまで上がってくるか。高村は去年この種目3位に入っています。山梨学院が上位4人中3人走るという展開で、日大の石本純喜がここで先頭を立ちました。残り 200m、はい、準決勝トップタイムを出しました。外から来ました、さあどうか。ここから山梨学院の北村海志のラスト 200m で上げたいと話していましたが、まさに有言実行、日体大の2冠を狙う高村博人も上がってくるか。2冠を狙うか。さあここは準決勝トップ、日大の石本純喜4年生だ。最後のストレート伸びました。石本純喜、日本大学の4年生の意地、関東インカレ初優勝、準決勝トップタイムの勢いそのままに逃げ切りました石本純喜です。伊藤さん、はい、男子一部 800m を制しました日本大学の石本純喜選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。4年生そして初の関東インカレ優勝、今の気持ちいかがですか？すごく嬉しいです。そして日本大学としてはこの種目10年ぶりの優勝だということです、いかがですか？そうですね、尊敬している先輩である川本選手に憧れて日本大学に入学して、こういった結果が残したので、本当に嬉しく思ってます。そしてレースはラストスパートギアを上げていきましたね。そうですね、ラストのスプリントっていうところは僕自身が鍛えてきたところでもあるので、そういった練習の成果が出し切れて、こういう結果につながったので本当に、嬉しく思ってます。大学のラストイヤー、どんな1年にしましょうか？はい、そうですね、今日優勝できたのはとても、嬉しく思うんですけど、まだまだ日本選手権であったり全日本インカレという大きい大会も残っていますので、今回、で満足することなく次の大会、
一試合一試合、しっかり準備をして、万全の状態で挑んでいい結果を出せるように、頑張っていきます。楽しみにしています。日本大学の石本純喜選手でした。おめでとうございます。日大勢としましては河本翔さん以来10年ぶりの優勝になりました。石本純喜4年生です。2位に高村博人、そして3位に北村海志が入りました。男子1部 800m 決勝です。4位に城西の栗原奈緒、5位に明治大学2年生の加瀬堂翔、6位に山梨学院の寺西光希、7位に米田拓実、そして8位に順天堂の大奈良隆起というその8位決勝戦の結果となりました。